Dracmon! Thank you.
隣の塔、教授が言ってたのは確かこっちだったよな。見た目はさっきまで調べてたところと何も変わらないけど。アグモン、他の獣の気配とか感じる？わかんない。危険な気配があるときはすっごく嫌な感じがするんだ。でも全然気配がなかったのにいきなり敵が出てくることもあるんだ。うん、ありがとう、アグモン。行こう、アグモン。いつ敵が出てきてもいいように警戒はしておこう。うん、何か役に立つものが見つかるといいな。いた、ファルコモン。今さら何の用だ。あのさ、もう一回だけ話をさせてくれ。俺結局きちんと謝ってない。ひどいこと言ってごめん。一方的に疑ったのもごめん。ごめんって言うのも悪いところ直すのもお前が近くにいないとできない。だから勝手なことばっかり言うけどさ、戻ってきてほしいんだ。ダメだ。まだ怒ってるのか。違う。だが俺はこれ以上お前と一緒にはいられない。俺が頼りないから。どうしてそうなる？獣が一緒にいてくれる他の連中と一人きりな俺との違うところ、それは弱さだ。みんな自分で考えてる。やるべきことを頭の中でちゃんと決めてる。でも俺は臆病でヘラヘラしてて、みんなみたいに他人を引っ張れない。怖いんだ。自分で決めてそれが悪い結果につながったら、みんなから怒られたり呆れられたりしたら、そう思うと自分で決めること全部怖くて、お前を信じて痛い目見てさ、最悪みんなが死ぬようなことがあったら、修二さんや亮みたいに自分が死ぬのも怖いけどさ、
俺が原因でお前が悪い進化をして他の誰かを殺しちまうかもしれない。そういう万が一がすっげえ怖くてお前を信じきれなかった。でも俺だってこのままじゃダメだって思ってるんだ。これからは俺がお前を守れるように頑張るし、もう疑ったりなんかしねえよ。だからいや、それでも戻れない。なんでだよ。俺だってお前といたい。お前だけに原因があるのならもう戻っている。だがお前のそばにいてはダメなんだ。これは俺の問題だ。だから理由を教えてくれよ。俺のせいじゃないなら何なんだ。理由も言えない。すまないミノル。お前は最後には俺を信じてくれたんだな。ありがとう。お前の気持ちは忘れない。なんでだよ。言えない理由って何なんだよ。もしかして俺のせいなのにかばってくれてるのか。もしそうなら俺がもっとかばらなきゃファルコモンは帰ってこない。もっともっと強くならないと。